ください。今宵も始まりましたフェローズステーション、皆さん。今のはオープニング行こうで行く予定でなかったですけど行っちゃいました。はい。ってことでね、今日はそうです。僕は一番手でやっております。で、タクヤはまあ後で来る。なんでじゃあ僕がこの最初に来て今こうやって話してるかっていうのをね、よく考えてほしい。一体先月がどんな月だったかっていうのをよく考えてほしい。うん。なんでこう、たくやさんがメインでやってる何？ニコ生を言って、早くこう、あれが出るの待ってるんだから俺。よいしょ、おめでとう、ナンバーワン来ました。多分ね、前回のニコ生の時に結構ね、強めのナンバーワンなるバリな感じのこと言ってね、しっかりなりましたよ。でも、あれだったな、悲しかったのは一斉のヘルプに行って、どっちがナンバー、僕はあんまヘルプそんなすげえいっぱい回るとかじゃないんですけど、そのついてで、僕と高橋さんどっちナンバーワンになります、なると思いますって一斉のお客さんに聞いたら、え、拓也くんでしょみたいな。まあ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 、そのずっとナンバーとかそういうのはわかるけど、何パーでそう思うのだったら80% とかで言われて、なんかそんななんかナンバー2のやっぱ印象になってるんだなと思って悲しかった。 80% って言っちゃった、悲しかったね。あれは拓也くん V ね9でした。10はね行かせませんでした。なんでこっから V10 行こうかなってね。まあ無理だけど、そう言われてたの横で聞いてた。もうね誰だか分かった。そしたらまあでも結構僅差でしたよ。逆に僅差で勝つと思ってなかった。結構まあまあ余裕持って勝つんじゃないかなと思ってたんだけどな。さすがね、元ナンバーワンだからね、やっぱ意地がすごかったね。めでたいです、ありがとうございます。でこんなめでたい話はね、ちょっとあんま言い過ぎたらちょっといやらしく思われるから、たくやさんのお客さんに反感買って潰し入れられるから、ちょっとそういうのは怖いんで。お客さんはね、すごいからね、やっぱりね。あんまね、ちょっと自慢すると怒られちゃうから。まあ今日はね、多分騒がしいニコ生で、一斉ともヒロヤどっちかが来ると、本当にやかましいあれになるし、絶対一発ギャグ振られるのかな。そこだけなんだよな、一斉とヒロヤの嫌なとこ。本当、高谷さんの影響だと思うけど。何話す？いつもこれみんななんか話とかなんか内容とか考えてんのかな。こんなフリーで喋ってる感じじゃないのかな。すごいでしょ、ありがとうございます。これからね頑張っていきます。自慢できることでしょ。自慢、まあそうだね、はい、今月はね清々しいね、やっぱりね清々しい。だって、まあ、11月かって言ったら12月のこう31日までいったらもう今年いっぱいはもう俺がだナンバー割り良ければ全てよし、今月だからもう今年はかな、もうナンバーワンで終わるってことでね。来月ちょっとまあほら、今月ナンバーワンになれそうな、頑張ってください。でもそんなにもう多分大差はないと思う。その前ほどなんかあ無理やとかそんな次元ではなくなってきたのは確かだと思う。もちろん多分11月に向けて頑張ったとはでかいと思う。
楽しみにしてください。お、今なら歌に逃げるようになってる。歌う、俺全然歌ってなかったんだよね、そういえば。歌いたいなっていうのは思ってたんだよね。何歌う？なんかさ、俺あんま歌をあんま聞かないけど、歌うのが好きだから、聞くのはあんま好きじゃないって、なんか珍しいかもしれないけど。じゃあ、めでたいからって歌おうかな。そうだな、それがいい。歌う。そうだな、おめでとうナンバーワンソングだね。何があるかな、ナンバーワンソング。ナンバーワンソングはむずいな。何がいい？そうだね、今だから50分ぐらいになったら来ると思うか、あと十何分で来ると思うから、歌歌って CM 挟んで、そう、一世がね、歌なんか好きじゃないらしいから、一世来たら歌気まずいと思うし、なんかないかな。たすけは多分俺と拓哉さんと安ぐらいかな。ソライバーやれって何だろう、そのソライ、ソラガン、クーガン、分かんない。何が言う、そう、俺チョイスでいいわけ。って言われるとな、ちょっと古いのがね、得意っていうか、あ、でバラード系が歌いやすいかな。ちょっと速いとかラップとか、あとその混合とか、例えばトリプル A とか混合じゃん、ラップと速いのって、なんかそういうの苦手。前歌ったことないのがいいよね。でも歌ったことないのあんまないな。なんかリクエスト欲しいわ、すげえ。とりあえずバババババって好きな歌こう載せて、その中で歌えるパッてやつパッて入れる。バババババってもう10個ぐらいね、適当にやってほしいな。なんかいい歌歌いたいな。これいつも何歌ってるっけ。姉妹の約束も歌え、LINE の塊も歌える。でも前歌った気すんだよな。初見です、何さんですか。フェローズの主任で空って言います。青空って書いてるやつです、空です。いやむずいわ。シークレットベースの幻わかんない。花なんだ、オレンジレンジかな。アンテナミア、ミア、ミア歌ったことあるもん。ミアでもいいけどね。めでたいナンバーワン、むずいな、チョイスがむずいわ。早くしないと尺がもったいない。じゃあまあ、なんかこういう時になると、そうだね、探す時間長いね。よし決めるわ。確かに履歴バーって見て、あったやつ入れるわ。ないの塊いな。中西陣は俺歌ったことあるっけ。中西陣でいい、今パッと目に入ったから。どこ行った、どこ行った、なんだっけ。中西陣のエターナル、エターナルって知ってる、結構有名よ。あ、どこ行った。
赤い詩人のエターナルで、カトゥーンじゃないよ、カトゥーンの、そう、カトゥーンの赤い詩人。あ、じゃないかな。あ、これ静かなのが好きなんだよね。初見の皆様、はじめまして、フェローズナンバーワンの主任ソラです。好きとか嫌いとか簡単な言葉じゃ伝えることができない。一年に一度の特別なこの日を何度でもいつまでも一番近くで無邪気な笑顔、変わらない仕草、一つ一つ全てが宝物。あなたが笑って生きてる、ただそれだけで嬉しくて、優しくなれる僕の未来を照らしてる。高いのがむずいわ。ちょっと長いけど付き合ってください。え、今日下手くそみたいな。母がくれた曇り、大きな愛に包まれて。普段思ったの言うね。友達のたくさんの優しさを胸に、ふざけては喧嘩して、分かち合う喜び、数えきれないほどの思い出、これからも共に描くの。例えばいつか違う世界で生まれ変わる、乗り越えなきゃならないこともあるでしょう。負けないで、何があっても素早いから、例えば願いが叶うなら、悲しみ涙が「もう二度とあなたに」「魔法をかけてくれますか」
体力が。そんな未来を経てゆく共にだと。いやでも本当にいいね。ナンバーワンはナンバーワンで歌う歌はなんかちょっと違うわやっぱり。うん、なんか感動するね。なんかしんみりしちゃうわ。なんか俺自体が、そうなんですよ、2年間やって初だったんでね。ナンバーワンもこれからちょこちょこナンバーワン取っちゃうんでね、うん、よろしくお願いします。いやもうね、それぐらいしか今話すことないからね、今月に関しては。で、逆に言ったら、じゃあもし今月負けたら、まあこれ考えちゃよくないかもしれないけど、来月言えないからね、もうどんだけ。でも今は言っていいわけだからな、嘘じゃないからな、うん、でもちょっと早くみんな来てほしいな。次がだから、今年でもうニコ生はとりあえず2017年度は最後になっちゃうからね。で、一応考えてんのが、もう何？幹部全員集合みたいな、そのなんかお風呂の上の方がって感じで、次の週はもっと楽しいかな。葵が次来て、まあ葵だったら次も最後だから、来週と再来週の、まあ、フェローズステーションに葵ステーションは多分楽しいと思う。今日はラストじゃないです、その次のまあ1週間1週間ね、ちょっと系列店じゃないけど、まあここが交代交代でやってるんで、次がラストなんで。で、あのこの番組は僕がもうナンバーワンってことでもらったんで、うん、まあの最初のあの拓也さんと、まあ、りょうさんのやつね、俺にちょっと早めに撮影行かなきゃいけないんでね、うん、もらいました。でもやっぱりこの話すことないなっていうのがやっぱ一番だよね。俺がしたらいけない気がしてきたわ、なんか MC とかが。そうだね、いじるのは好きなんだけど、人のことをいじって楽しむのは好きなんだけど、やっぱ一人だったらいじる人もいないし、いじられる人もいないし。拓也さんっていつも持ってきたらなんかすげえなんか真面目な話してんじゃん。なんか面白いことなかったかな、あるんだけど忘れられない、いつも舞台逃げれるね。だからもう飽きれば歌う、もう俺も歌い飽きてきたもん。さくらさん喋りね、すごく達者ですね。こういうのが多分得意じゃないのかもしんない。話すの緊張はもうしないっすね、さすがに。最初はでも僕結構上がり症なんで緊張はしたっすけど。じゃあ最近のあった、じゃあ僕の出来事をじゃあ話しようかな。見てないとは思うんだけど、その僕の知り合いがそのバーで、歌舞伎町のバーで働いて、僕の方が先に歌舞伎町に来てたんですけど、まああと俺、ね、やっぱまあ掃除と安みたいな感じで、まあ後から出てきて、バーなんか最初はホストを勧めたんだけど、なんかホストはいいやってなって、やってたのがボーイズバーをやってて、でそのバーに、ね、この前飲み行って、でまあ7時前だから、その7時の後なんか2軒ぐらいそのバーみたいのをはしごしたんだけど、うん、そうしたんだけど、多分気に入られやすいのか分かんないけど、前知ってる人は知ってるかもしれないけど、多分僕ゲイとかそっちよりちょっとモテるっぽくて、隣の席になんか男性が いて、それみんなで飲んでて、でそのバーの知り合いの人がこう来て、多分なんかそこ多分ホストのアフターバーとかで、ホストの人はめっちゃ多分番号聞かれる、その店に来るかもしんないからみたいな。僕の店はあんまアフターとかあんまないんですけど、ですげえ聞かれて、その後ろからこう、ちゃお前来いよってバーの人が言って、こうちょっとモジモジしながらこう来て、いや普通のおっさんだよ、髪も普通に短いし、なんか僕もいいですかみたいな感じで聞かれて、
なんかちょっとなんかバーの知り合いの人にも学校連れてきたから断るに断れなくて、一応 LINE は交換してしたんだけどね。名称は T さんだとしてね、まあ、T さんなんだけど、すごいなんか LINE が来るんだよな。あ、そう、この間来たのが朝起きてこうパッて見たら「ダーリンハート」って来てて、なんかで、え、まあ電話が来てて、その後ダーリンって来てて、でその1時間後に酔っ払ってたごめんハートみたいなの来てて、なんかどうしたらいいか困ってて、今 そういえば LINE 返してないと思う。うん、電話が日曜日って何日？何曜日？一昨日かに電話が2件来てて、あ、そう、電話がその前の日12月7日電話が来てて、でもゲイの人だから、なんかそのいや、スルーっていうかちょっとなんかね、怖いっつうか、なんか僕あんまそういう体勢がついてないから、そういうのも多分気持ちいいんだろう、あっちからしたら分かんない、体勢がついてない人と接するのがなんか可愛いみたいになるのか分かんないけど、うん、電話来てて、女の子2人いるんだけど点々って来て、あの多分なんか女の子を餌にしてあの連れ出そうとしてきてて、まあうまく避けてなきゃ、お疲れ様です、すいません電話出れなくてもうお家に帰ってきましたって送ったりねやってて、あら浮気してたのね、わらお疲れ様ハードとか、まあこんな感じですね僕最近。怖いな、やっぱもうなんか一回ゲイのお客さんついてからもう本当にやっぱ男性無理になったな、本当に。電車とかでも横座ったらもう気になるようになってきたもん、最近は。この人ゲイじゃないかなとか、そういう素振りとか仕草があったらもうすぐ警戒するな。そうだね、ゲイはきついな。もう売り上げ上がる動向とかじゃなくて、もう俺はもうダメだな最近、生理的にとかきついな。男じゃないと分かんない、だから見てる人は大体女の子だから、そう、男にこう迫られるあの感じが分かんない。同性に行かれるの結構怖い。これ何したけど、タケヤくんゲイだよ。まあタケヤさんは、まあ、ホモ寄りだな、どっちかって言ったらな、あのウェルカム感がちょっと強いよね。でもね、まあ、掃除もホモなんだよな。タケヤさんは、まあ、ホモウェルカム感っていうか、ホモっぽくないホモみたいなその感じかな。そこまでじゃないか。まあでも掃除は、掃除ってあの青いのその経営してみたいなのがいいけど、そいつはもう絶対ホモだと思ってて、だってでも悪く言うとかじゃないけど、1日1回は人のチンチンを触るんだって。こうでもあれをガチでこう触るとかじゃなくて、こうペインっていうのを、でも毎日は1日だから3回とか触る時もの方が多いって言ってたし、だからまた計なんか1ヶ月何チンチンしてるかって言ったら3の3の90、まあ他人のチンチン1ヶ月で90回は触んないべ。そういうノリがないわけじゃないけど、そんな月1回とかさ2回とかそういう場面のやつじゃん。掃除に何か言うと「チンチンの計っすよ」って言って、絶対チンチンを計にしてくるからね、その時点でホモじゃんって言うんだけど、うん、じゃあホモじゃないっすよっては言うんだけどね、やっぱ気づかない、もしかしたら気づかないってパターンもあるからね。まあ、一星は違うな、まあ、ガタイとかそのなんかあの感じ、まあ、顔だけ見たらちょっと確かにちょっとゲイだから全部見えてきちゃうな、そうやって言われたらゲイな気もしてきちゃうもん。ゲイではないよ異性はゲイなんだ、ホモじゃないんだ。遅いねみんなね、もうこのぐらいだったらもうね俺来ると思うんだけどな。
もしかしたらミーティングが長引いてるかもしれない。来た、起きてるよ。どんな道を、どんな生き方をして道を外れてもゲイとかホモだけには絶対なんないな俺は。でもこうやって言うことはなんか悪いことなのかな。なんかそうなってみたらしょうがないのかな。男装ホストとかも気になるよね、なんか普通にたまに見るけど、売り上げとか上がるもんなんかな、そんな。だって珍しいじゃん、女の子男装ホストなら、まあ男がいいか。なんかでもあの中性的な感じなのがいいのかな、なんなんだろう。その男装ホスト好きな人とか聞いてみたい。何を、そのじゃあ男装何すんだろうな。ちょっとレズっぽいことすんのかな、気になる。うちなんか同業がダメだから、その男装ホストも入ってこないし。男装ホストこの間いたんだけどよかったマジだ、まあ、接客は変わんないんだろうな。でもな、大体なんかそういうこうホストっぽい感じなんだろうなと思うけど、うん。てか、あ、そうだ、僕免許取れそうなんですよ。今急に思い出した。もう長かったわ。僕3月から免許を通ってて、3月からだよ、3月から。4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2、あ、じゃあ行き過ぎた、まあ、12月24日まで取んないとね、免許がね、ダメなんで。年に1回稀に見る人だって言われた。こんなにも来ない人は初めてだって言われた。半年ない期間、結構もうちょい長いよ。車の免許っす、やっとだわ。やっぱあった方がいいかなと思って。そこない電話する？高橋さん、生中継する？初ドライブ。ドライブね、ちょっとでも最近あれかもしんない、怖いな。女の子を乗せて走るのはなんかちょっと俺はまだ早い気がする。なんかそれでもしものことがあったらやっぱ責任持てないじゃん。責任持てないやつかマジでヤバいじゃん。いいね箱根とかね、1時間ぐらいで行けるもんな、神奈川だし。うん、田舎の方まで出たらいいけど、田舎の方まで行けばいいけどな。ちょっと都内はな、特に新宿歌舞伎町なんかもう怖いよ。慣れてからそうっすね。まずはじゃあ一人ドライビングでいろいろ楽しみたいと思います。遅くない？多分もう向かってると思うよ。まあ一回電話しなくても来るか。まあ今日はまあゆっくりな日だしな。じゃあなんかいつも多分最近なんか多分本当に思うのが、ヘルプに本当にマジで昔と変わっていかなくなって。だからかな、うん、このなんか会話力というか、あんま会話しなくなったもんな。ヘルプだからね、多すぎてどこ行こうか分かんないし、か最近なんか知らない人とか、このあんまこう前まで、まあ、前までよくついた人いいってこうなんかさすぐこうできるけどさ、初めましてとかなんか、あ、1回しかついたことないですとかが多すぎて、結構しっかりいかなきゃいけない感じがちょっと辛くて、辛いっつうか
あ、始めました、あ、そうやって言います、あ、ここで主任ってやつやってるんですけどみたいな、その下りから入る感じがね、ね、体験の子とさ、じゃあ一緒にヘルプ回ろうか、ね、なんか、まあ、初めましてのとこ一緒に行ってもなんか大変じゃん。もうね、だんだんね、知らない人が本当に増えてきたなって、もうこっち来てからじゃ。てか、なんかそう、あんま話さなすぎて、あっちもなんか多分その相手側もちょっと俺に人見知りしてるっていうか、なんか、あ、そらさんだみたいな感じだから、後輩が本当に増えたから、その感じ出されると俺も、あ、どうもってこうなる感じがね、あるよね。って感じです。なんでね、これからまあヘルプ回ってちょっとトーク力上げたいと思います。なあ、それではちょっと CM の方いきたいと思います。どうぞ。君も今日からラブの一員さ。はい、 CM 終わっても一人です。さっき電話したら今向かってるって。だからあと、まあ、3分4分前、ローソンに寄ってたら5分ってとこだな。たまに唐揚げ買ってくるから。ソライバーさんって何の、さっきから。そうだね、あとでもうやかましくて、あ、さっきの静けさ欲しいってなると思うから、今のうちにこの静けさ味わっててください。俺もさっき唐揚げ買ってきたんだけどね。でも高谷さんの影響多いわ、唐揚げも好きになったし。寂しかったの。これ20グイグイですよ。寂しかったんすか。20グイグイっすよ。そらさん、僕もう本当に寂しかったんすか。話すことなさすぎてどうしようかと思って。電話してきやがったもんな。いや、なんか最終手段だぞお前。そんな、あ、今一瞬めまいしたわ、びっくりしたわ。じゃあね、早速もうゲストの方も遅刻してきてるからね、早速登場してもらおうと思います。寒いです。たくやです。遅れて登場しました。本当はあと10分ぐらい早めに来る予定だったんですけども、週例とチームミーティングが長引いて、ちょっと仕事しがっつりしてきちゃいました。僕あれしてきたんですよ、ね、本当はあと5分10分遅いはずです、ね、終わらし、今日はね、みつると一斉がゲストで登場。どうも、いっちゃいっちゃいっちゃだよ。する予定だったんですが、一人、ジャジャウマがね、ジャジャウマが一人追加されました。お前、そんな気軽に来てきましょう。ゆうとくんです。ゆうとくんです。久しぶり。お前、スペシャルゲストみたいになってるけど、お前なんかゲストの中のゲストだ。ゲストの中のゲストって、んこれ、ウロンちゃん。ウロンちゃん、ありがとう。ゲストの中のゲストってことは、言ったら、まあ、幹部ホサホサみたいな感じよ。ゲストゲストみたいな感じ。ホサホサですか。え、一世、ケンゾーンとかいい服着てるな、はい、あ、まあ言ったりはそれパチゾーだってこと。パチゾーン、ほんと最悪だわ、これ。このパチモンのジバンシー着て。今日カロリーここにこぼしましたからね、そらさん。そんなの一番偽物だからいいです。偽物偽物偽物。もうインディアンブロッコリーで俺誰かいてるか分からないですね、これね。今日さ、ヘルプ、じゃあ普通に座したら横からインディアンブロッコリーって聞こえて。インディアンブロッコリーって何なんですか、マジで。
わかんないですけどね。インドの、インド産のブロッコリーそんな美味しくないサウジアラビアじゃないですか。はい、サウジアラビアでしょ。サウジアラビアですね。サウジアラビアだよ。ユースは絶対外国人ネタなんですか。100万パーセント。うん、100万パーセント、うん、それは絶対だね、もうもはや。まあ本当はね、一番かっこいいって言われて、やっぱアメリカのハーフの。おっぱい。さっきまで暇だったから高谷さん、髪型変えましたよ、俺。お前また歌ったの。いや、久々歌いましたよ。うわ、またお前に歌いに来たの。歌ってあーもう八門と一緒だわ、伊勢さん、空さんも。ソラさんは本当にパチモン着てますよね、最近。確かにリアリティ出してくるんでね。最近確かにパチモン、まあ、フェローズでなんかその何かブランドも着てたらパチモンって言われるっていうこのネタが本当にいいやで、ね、やめてほしいんですよ。ジュノンボーイ系。お今日ジュノンボーイ系。ジュノンボーイ、うん、なんかジュノンボーイ風じゃない？爽やかな。そうですね、原宿系ですね。そう、店長がジャケット着てるの久々じゃないですか。嘘、はい、コメントにもその建造本物って着てたんですか。本物だわ。よく通せんなお前。当然プリントじゃないですよ、しっかり縫ってありますよ。見たら分かりますよ。わっぺん、ほんとに。ああ待って待って、わっぺん、あんこ触ったら分かる。いやこの生地で分かるじゃないですか。このパチモンのもう触ったら分かるですよ。でもサラさん、ほらもう生でパチモンほらほらパチモン入ってる。これパチモンっすね。ここパチモンなんすか。あ、パチモンなんすか。あ、主任どこに。あ、隠した隠した。あはははおい、グッチいいですか。これはこれはグッチの靴ですよ。これは完全に、これはもう完全にパッチですね。パッチじゃねえよ。グッチって書いてあるじゃん。嘘はつかないお前。嘘つかないですよ。お客様見てるだろ。待てよ、2、3000人見てる中でこれな、全然マジモンじゃないですか。まあ嘘つけない。いやいや待ってください、2、3000人の前でパチモンって言われるの結構エグいっすよ。しかもわざわざ外まで行って、ちょっともうミツル戻してきてよ。ああ、僕が2、3000人だよ。2000… お前2、3000人の中で生きてんのかお前。いやいや、まあそうっすけど、2、3000人の前にもパチモン来てるって思われたくないじゃないですか。そうっすね、パチモン来てないっすよ。本当に本当に、いやもうやめてくださいよ。それは一世が嘘ついてるの。いやいや、パチモンのクロムハーツつけてそんなわざわざ出して、それやめてください。パチモンしかくっつけないじゃないですか。っていうか、コーナーへ行って、マジで笑えない本気で。へ、行った、ほら、これ痛いもん。あ、間違えた、これ俺のね。コーナー行ったくて、ここにできてる、しかもここの裏めっちゃ痛い。コーナーへきついっすよね。コーナーへってなんかすごいっすよ。おい、お前何してんだよ、みつる、お前バカ野郎。あ、すいません、厳しいな、お前。厳しい。後輩によ、いやいや、後輩にパチモンって言う方がきついっすよ。確かに。一斉、最近ブランド攻め。一斉パチモン、そのシャネル偽物、最近ブランド物しか買ってないよね。場所、みんなパチモンばっか。一斉金持ちになってきたからね。一斉金持ちですからね、最近。一斉大好き、カズヨ愛してるやつ。カズヨ、カズヨ、カズヨ愛してる。カズヨはね、一斉愛好き、愛好き、愛してる、愛好き。一斉も全力で愛、大好き、愛してるよっていうか、ちゃんと返してあげるの。いや、もう僕は結構大好きですよ、みんなのこと。結構こいたんやな。結構大好き。まあそろそろね、皆さんもやっぱハイブランドくっつけてるんでね。僕もそろそろハイブランド欲しいんですけどね。それ何ブランドですか、ゆうさん。何ですか。え、今着てるコール、それオール、ユニクロですね。え、全部これユニクロの、ユニクロのこれ、ギャップです。ギャップ、ちょっとランク上がったな。ちょっとギャップが、ね、ギャップがいいと思うよ俺。可愛い、ギャップは可愛いと思うね、やっぱ。俺小学2年生の時着てたわ、ギャップのパーカー。みんな着てましたね。ギャップって書いてあるやつ、うん、あのプーマのジャージか、アディダスのジャージに中にギャップのあれを着てフード出してみたいな感じじゃないですか。あ、ちょっとそんな、みんなブランドバラバラみたいな感じですか。俺あの今の小学生の話に今思い出したけど、俺小学校の時に、まあ、みんな多分経験あるよね、俊足くんとか入んなかった。ああ履いてましたね。あの俊足くんすか。俊足くんみたいな。俊足は入ったかもしれない。履いてました。俊足か、その時期したら唐揚げくんの感覚入れちゃった。唐揚げくん買おうか悩んでたから、さっき歩きながら。でも俊足履いて変わります。いや分かんない、速さはあんま変わんなかったかもしれないけど、運動会の前ってなると大体もうみんな欲しがる。あ、でそれをまあ買って、やっぱ当時で言ったら、まあ、その俊足、あの金のやつね、このマジックテープのやつ、あのマジックテープがまずかっこいいっていう風になってた。今じゃ分かんないけど、左コーナーが早く行けますってやつですね。
そうかもしれない。そうなんですよ。コーナーで差をつけろみたいな言ってるやつ。コーナーで差をつけろってやつですね。なんなんだろうね。懐かしいですね。踏ん張る力が変わんのかね。どうなんですかね。よくわかんないけど、でもなんかあれが。か大好きで、で、あれをもうずっと履いてて、だけどお母さん、そんなのマジで変なやつが履く靴だよ、みつる君テープってのがこっち買うんだよっつって、なんか DC の靴みたいなの買ってきてもらってたんだけど、それがダサいと思ってて、でずっとその瞬足を履いてました、僕は。それありますか。でも瞬足履いてると本当にイケてるみたいな感じに なってたんですか。なってたね、実際今で言う。さっきのパッチどこ行った。パッチちょっと硬すぎる。バーだからもう、パッチポンって言わないでくださいよ。パッチポンって言ってないでしょ。10万ぐらいしてますから、本当にマジやめてください。あー、マジで。あー、一星、もうそういうの辛いわ、俺も。いやもう、僕が一番辛いっすよ、パチモンって言われてたら。確かに全国、店の中でパチモンって言われたら、あー、それパチモンですで済むんですけど、放送で言われたらえぐいじゃないですか。えぐいですね、あれは確かに。うちの強みでしょ、それは。いや、うちの強みかもしんないですけど、ダイソーとなんかダイナソーみたいな混ざってますよ。それ恐竜ですね。先ほどの説明、嘘だわ。嘘じゃねえわ、するわ、そんぐらい、バカ野郎。そこまで嘘を突き通す心の強さに脱帽です。なんで脱帽なの。リアルな感じ出してくんじゃねえよ。やばいやばい、一星が嘘つきになってるよ。一星嘘つきになってきてるわ。まあもういいけど、もうパチモンって言ってください。あ、新しい方法いいっすよ、パチモンね。自分が良ければいいんすよ。総額3,000円。そうですね。いや、4,800円ぐらいです。あ、マジで。総額4,800円ぐらいです。めっちゃ安いじゃないですか。まあそうですね。しかも影薄いな、真ん中はお前陣取ってるくせに、お前さっきから影薄いわ。無理やり入んだよ、無理やり。ポジショニングずるいな。いきなり一発ギャグとかで。まず、はい、こういうことよ。こうやって大きい声出し始めることは大事よ。今俺まずの一言でこの場の空気持ってったぜ、瞬間で。そういうことね。まずこの第一声、どんなテンションでこういけるか。はい、みつる、一言言っていいですか。はい、はい、いきます。707番、そのシャベルのネックレスおしゃれだね。シャネルです。パチモンっぽく言わないでください。普通にミスったかもしんないじゃん。そう、いやでも自分のそれパチモンだからって、はい、パチモンって先入観が強すぎて、この誤字をパチモンっていう風に言ったんだ、こいつはっていう意識をして、だからシャベルってあえて打ってきた。かわいそうだな、ね、間違えたらただ広げないなら拾うな、パチモン。すげえな。絶対ダメまで7ですよ。面と向かって言わないでこれ。あ、やばいやばい、いいじゃん、アンチがすごい。アンチすごい、アンチすげえわ。ポケモン、パチモンからポケモンになって、パチモンいちゃん、なんかあだ名みたいな。うるせえわ、もうパチットモンスターだ。パチットモンスターだわ。伊勢さん愛されてますね、これだけ。愛されてねえよ、お前。いやいや、いじられるってことはやっぱ愛されるってことだね。いやいやいや、こういじられたいの。いや、いじられたいの。じゃあでも、別にいじられたいんだったら、いじるからいじられたいだったらどっちがいい。まあ、チンコ出してよ。いや、すいません、ちょっと全国放送なんです、それは。やっぱフェローズがそういういかがわしい店ってのは良くない。俺これチンコ出せたら全然出せるよ。え、出してよ。出してください。いいんですか。いいよ。じゃあ、あれ出していいですか。あれで、ちょっと、え、あれして、あの、なんか、あ、伊勢のカバンでこう前代になって、こう待ってください、こういうやつや。パチモンでディオールのバッグ持たないでください。いやいや、このパチモンのグッズのバッグで行ってください。パッチであのやつですか、あれ。パッ、抜けんじゃん、あんまり。その、いや、全然いいっすよ。あ、サージもやってんだ。あ、やってる、やったの。動画でやってます。営業中やってました。そうですね、最近ソウジさんのキャラ被るんですよね、ちょっと。あ、やっぱだ、ソウジさん、ユートのこと目指してるって言ってたもん。本当ですか。うん、まあまあまあ、やっぱね、そう、やっぱ人からこう目指されるような存在にならなきゃいけないんでね。なんでかっこよくまとめるんでしょう。みつるはいじりにくいって、もういじりやすさ、こういじりにくいとか、お前。あ、僕のいじりにくいんですか。じゃあ、いじる側に回ったら俺みたいに。いじる側ですか。いじられたらもうすぐ逃げる。で、すぐ相手の方、うん、大丈夫よ。大丈夫ですか。口内炎がね、もうやっぱどうでもやっぱ気になっちゃうんですね。そういうことするでしょうね。違う、俺これ冬になるとここが荒れるんだよ。あ、引けるやつか、パクって。あ、めっちゃ痛いんだよ、口元が。だから喋れないんだよ。しゃ、大きい口開けたりとか笑ったりすると超いってんな。高橋さん、そっち系弱いっすよね。あ、俺お腹痛いとか、ここ痛いとかの系弱いっすよ、ね。口系弱い。じゃねえよ。かぶってねえよ、口も。そっち系。腹も。でもめっちゃ痛いよ、マジで。うん。ちょっと乗り切ろう。待って。もうちょっと終わりますよ、一日が。ああ、そうだな。そうっすね。面白い話して。みっつぁん。
あ、僕ですか、面白い話。僕の面白い話、最近でも、はい、ミズルは成長したんじゃないの。あ、まあ成長してきてはいるとは思うんですけど、やっぱまだ見したりは、お前の成長見したり、どこ行った。あ、まあ一斉さんとか主任みたいに面白い話ができるかって言ったら、まあまあまあまだまだ感想です。いや、いいですね、ね、一斉さんの声今ないしないわ、変わんない。じゃあ俺が一斉恋バナ物語で話してていい。改造バージョンですか。八門の恋バナ話。一斉の恋バナなんか一回も聞いたことないけど。恋バナ、恋バナしたことない。一斉で彼女何人ぐらいいたの。3人ぐらいですね。嘘つけ。いや、マジ3人ですよ。お前3万人の間違いだよ。なんかこの放送だからちょっと、はい、お前紳士ぶって3人とか言ってんのかもしれないけど、逆に彼、はい、今までできた彼女が3人って少なすぎない。ほんと少ないです。3人ぐらいです、ね、絶対嘘。いや、ほんとリアルなの。リアル、ほんとに1人が長かったんですよ。あ、そうなんだ。でも長いです、長いです。どんぐらい。3年半。え、一番最初に付き合った彼女が3年ちょいぐらいで。長いっすね。長いっすね。それは小学生の話の前やつだろ。この前したマスか、小学生幼稚園の時に3年付き合ったって話はありますか。それは、はい、こういう話を。いいっすよ。マーク、一緒よ。何がいいっすか。はい、最近の話。最近主任ゴーバレタカヤさん僕が叩かれてること知ってますよね。うん、みんな今彼女何言うのって。そんな複数いないでしょ。そういうことをこう楽しい風に捉えてやっていきましょうよ。まあそうですね。僕はそんなにもやらないと。今すっかり忘れたの。今ちょっと思い出しましたよ、ね、あ、マジで。そらくんギャル好き。おお。いや、前の放送も言われたからね。そうなんだ。多分ギャルの方が確か。あ、そうなんですか。言われたっすか。それ辛いですね。まあ、ギャルですけど、ね、ギャルか。この緑のと黒の字の違いって何ですか。あ、もうひ、あの変換してんじゃん。ギャルってなんかたまにギャルなのにギャルじゃないっていうのはあれ何なんですか。ギャルって思われたくない。でギャルってやっぱなんか結構使うじゃん、うん、俺も口癖化しちゃってんだけど、ギャルって言われるのと女の子だっけだみたいな。やっぱ、あ、そうなんすか。あとキャバ嬢っぽいって言われるのも嫌らしいですね。あ、そうなんだ。なんだよ、なんだよ。俺はホストっぽいって言われるのもんの。キャバ、俺ホストっぽいって言われるの嫌だ。え、店長喜びません。やだよ。それってかっこいいってことじゃん。あ、いや、それはただホストってバレたくないからかわしてるだけで。ああ、そういうことですね。あ、そういうことなんですか。うん。俺はね、あ、確かにホストっぽい、客とかでしょ。ホストっぽいな。ホストっぽいって言われるとあれかもしれないですよ。でも一番売れ、なんか美容師っぽいって言われるとちょっと嬉しいんですよ、僕。あ、まあ確かにね、美容師アパレルは嬉しいね。めっちゃ嬉しいですね、美容師。 100% プラスのことだからね。あ、美容師ってなんかいいイメージありますか。あるよ、あるよ。美容師かっこよくないですか、イメージ。なんかよく 3B とかって言われるじゃないですか。何 3B って。三大ボスみたいな。逆ですね。なんかこう、引っかかっちゃいけないやつ、仕事のなんか三大仕事、職業。いや、嫌なやつか。バーテンダー、バンドマン、美容師ですね、確か。なんでがダメなの。チャラいらしいですね。バンドマン、美容師、なんだっけ。バンドマン、美容師、バーテンダー、バーテンダー。チャラいっていうかあれでしょ、お、貧乏。はい。貧乏でってやつでしょ。なんかそうらしいですね。まあ、ハマっちゃうともう、なんかすごいって言ってましたね。お金がないのに。あ、もう好きだからってこと。あ、なるほどね。美容師にすきゃハマるとかなくない。その美容師稼げないよ、だって美容師マジ金ないですよね。15万とか4万、6万とかでしょ、手取り。最初らしいですね。でもなんかこう普通にフリーとかになるとすごいらしいですね。あ、そうなんだ。はい、まあ、フリーだったら最初の下積みは長いらしいですね。いや、フリーなんて全部自分に入ってくるからだべ。結局手取りが多いだけでしょ。うん、まあね、トリートメント、あれはダメなんですか。トリートメントあろうちゃん煽ってくるかな。あ、煽ってくるかも。あ、なんか買えますかとか。あの、俺専用のトリートメントとか置かれてたもん。あ、洗い流さない、常に買えるようにっつって。あ、違う、あ、シャンプーだ、あの、ムラシャンだ。あ、ムラシャンっすか。普段ムラシャン置かないけどっつって。ちょ、ミツル仕切っちゃって。え、CM さんもさっきの2、3分のくだり一言も喋ってなかったの。あ、で、今から CM 入ります。どうぞ。くらに待ったクリスマスがやってくるな。今年もサンタさんお家に来てくれるかな。あ、サンタなんていねえよ。リーさん、サンタさんいますよ。いや、いないから。いねえから。来ますって。いやいや、やめろって。来ますって。いやいや、やめろって。いやいや、やめろって。いやいや、やめろって。
CM 明けました。ということでですね、リスナーの皆さん、あの現在842、3、4、3、4、5コメント、それ残り5分弱となっております。1000コメントに向けて頑張りますので頑張ってください。お願いします。でも僕さっき最初放送始まる前の前のそのニコ生のあれがここに残ってるじゃないですか。600いくつとかでしょ。毎回そう。だから1000いったのすごいんだって。あ、そうなんですか。そうなんですか。1000いったらすごい方らしい。でも毎回ほぼ1000ぐらいいってるじゃん。うんうん、すごいよ。まあね、ありがたいね。ありがたいですね。こんな時間にありがたい。パチ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 ってね。お、暇人が。でも今冗談だけどさ、夜夜中にやっぱこんだけの人が見てる、じゃあこんだけの人がこの時間帯にこの番組を見てるって考えると、やっぱ夜中起きてる人多いね。だから夜食もやっぱ需要あるよね。今ただ僕一つ分かったんですけど、ヤスさんニコ生のファンですね。なんでここで出しちゃう。ヤスさんすごいニコ生好きっすね。ニヤ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 しゃべってますからね、ヤスさん。あ、好きなんだ。ヤスホストが好きだからな。あ、そうなんですか。詳しかった。ヤスさん好きっすもんね、ほんとね。ヤスさんめっちゃすごい詳しいですもんね、ホストに関しては。俺も大好きなんでしょうね、きっと。歩くホスホスみたいな。歩くホスホス。歩く。なんか似たよ。まあ、美容師もそうですけどね。髪の毛の色なんですけど、これ、今汚いですかね、僕。ユースさんですか。でも、動画で見ると結構なんか、いい。ここで見たらなんかいいって言われて、今日友達に髪色汚っ、って言われたんですよ。若干なんかちりってるように見えるかもしれない。細いっていうか、ブリーチが。つかないさ、まプリンじゃない、めっちゃプリンですね、今どんぐらい。もう6センチぐらいプリンですね。違う、どんぐらい切ってつまでないの。 LINE して、もう LINE して、LINE して4ヶ月ぐらいやってないですね。やれよ、お前マジで。工事期大学生が工事期でございます。工事期大学生、工事期でございます。やっぱそういうの変えたらいいのにな。朝服装とか髪型とか。いやでもゆうつさんはあの、まあ、自分を犠牲にしてでもやっぱ僕にやっぱあずしとかやっぱなんかご飯おごってもらったりとかして。ゆうとはな、最近かっこいいよ。そんな変わらんじゃん。いやそんな、3人連れてたら結構いっちゃうっすよ。僕普通に帰ろうとした時、一回マジでリアルに歩こうかなと思った時ありましたもんね。あ、自分が歩いて帰るっていう。電車賃削るぐらいの勢いで。でも後輩の面倒見たいみたいな。そうですね。自分が後輩におごるご飯ってマジ苦じゃないですよね、普通に。全然苦じゃないです。俺ははい、俺はいや、もう店長にむしろおごりたいぐらいの。おごってるじゃん。じゃあ今日この後焼き肉な、みんなで焼き肉な、あ、いいよ。行きたいです、行きたいです。いや、別にいいですよ、ニコ生の前だけカッコつければいいね、俺。いや、今俺はガチで行くもんな。俺だと約束したもんな、言うと。間違いないですね。うん、約束やっぱ破らないよな。3人聞いてるからもう4人か、3人か。今度ここに来るときは、僕の武勇伝でね、コメントが埋まるんでしょうね。そうかもしれませんね。やっぱ言うとのは言われる。やっぱそういうことじゃん。あと100件頑張って。そうだよ。やっぱね、あとね、再来週かな、26日だと思うんですけど、あのクリスマス後なので、去年みたいに、たくやくんからの視聴者1名限定でクリスマスプレゼントキャンペーンやりません。やらないんかい。今一斉ウェーってやってくれる準備しようとしてくれて、もうずっとこうやって言ってたんですけど、まさかそこでそう来るんだと思って。去年はそれやりました、なんですけど今年はやるかやらないか迷ってましたが、やらない予定でございます。なんてかって言ったら、参加応募者が4名ぐらいしかいなかったので。切ないわー。今日この短時間で1000コメントいったら、やりたいなと思ってます。おお、ちなみにどれぐらいの金額のものをプレゼント。1万前後です。2万前後かもしれません。10万かもしれません。それは僕のその時の給料次第です。まさかのプレゼントは。そうそう、冗談ですけど、その時の感じで決めたいと思います。26日はなんと2017年ラストの放送ということで、たくや、そら、いっせ、やす、ひろや、そして取締役、俺みつる入ってました。今みつる入れてない。ああの6名で、放送させていただきたいと、思っております。できればね、従業員、全従業員とかできたらいいなと思ってるから、あのもしかしたらドタバタでみつるとゆうととか参加してくるかもしれませんけども、2017年ラストまで全力で盛り上げていきたいなと思っておりますので、再来週も見てください。はい、お願いします。コメント、そう、最近ホストさん番組でよくプレゼント企画してるよ、してるの
俺もやったよ、前にホストホスト君にプレゼントみたいな。あ、見ました、乳液のやつ。そう、乳液と化粧水かな。高橋さん、いいっすね。うん、高橋さん、はいはい、一応宣伝してもいいですか。はいはい、まずね、今月24日、25日、上に書いてありますが、クリスマスイベント、月曜日ですが、日月とやります。やったー、まあ、内装はね、ちょっと、まあクリスマスカラーな感じにはなっとるんで、なっとるんで、なっているんで、そうですね、帰れる、帰れる、クリスマス過ごすやつがいなくて寂しいアホはもう、アホはよく、じゃあもうアホってたから20、25来ないわ、そらもう。だからもう、俺ナンバーワンだ、今月も。おっと、拾ってきましたねって感じなんでね、20、25、はい、ぜひ、友達と過ごした後でも、前でも、おいいんで、お、キャラの、よかったら、そうそう、キャラの、めっちゃ前一斉指名した人が僕指名でも別にいいんで、キャラの、なんとかします。どっこいしょ、キャラの、うめいってことでね、キャラの、はい、さよなら、さよなら、罰ゲームでーす。ありがとうございました。本当にタイムリーでマイク持ってました。さよなら、さよなら、罰ゲームでーす。さよなら、はい、聞こえてなかったか、音楽も止まったわ。さよなら、さよなら、罰ゲームでーす。さよなら、さよなら、絶対に同時ね。え、これやんない空気とかで結構どうなん、慣れてきたん、そら。あ、ゴールじゃん、この瞬間だいぶ慣れてきましたね。体勢ついてきましたね。おーおーっていう、慣れちゃダメだよ、絶対これ克服しなきゃいけないよ。若干ホーストとして負けないよ、絶対やんないよ。克服しましょうか、そらさん。あ、あとちょっとここ、お、お、お、いけ、お、お、いけ、すげえ、1000コメントいくじゃん。どうはい、1000コメントいきましたー。せーい、はい、いってません、ということで、次回の放送はたくやくんスーパークリスマススペシャルよいしょー、ということで、何かプレゼントを用意しておきますので、この日に関しては必ず見て、住所を、ね、送ってください。で、その写真付きで送っていただいて、その写真の子が可愛かった場合は住所に、プレゼントが郵送されるんではなく、たくちゃんが自分で行っちゃいたいと思います。お家をきれいにして皆さん待っていてください。それではまた再来週ということで、来週は葵が放送になりますが、さっきもお伝えした通り、26日に関しては2017年集大成ということで、全従業員で参戦したいと思います。それではまた再来週、バイバイ。いつなんだ、お歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってでーす。アンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします。何でも僕が言うサントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー、じゃあ番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。